宮古島市立イラブ島小学校、中学校は沖縄県宮古島市イラブにある公立小中一貫校である。2019年4月に開校した。愛称は、ケツノハシ学園。イラブ島に所在する一家の4小中学校を統合して新設された施設一体型の小中一貫校である。公募に応募された案から、公名は、イラブ島、海洋、ケツノハシ、イラブの4案。 愛称は、ケツの橋学園、虹の橋学園、海洋学園の3案に絞られた上で、2014年12月25日の教育委員会定例会で、公明は、宮古島市立イラブ島小学校、中学校に、愛称は、ケツの橋学園に正式決定された。キャリア教育を中核とし、国際理解、英語教育、ふるさと学習、道徳に柱を置く。 小中一貫教育を活かして、小学校1から4年の前期ブロック、小学校5年中学1年の中期ブロック、中学2から3年の後期ブロックの3ブロックからなる、4から3から2世を取る。校舎は、旧佐良浜中学校の高知内の運動場側に、整備された。敷地面積は2万8000平方メートル。校舎は2階建ての片廊下、回廊型で、 校舎面積は6000平方メートル。体育館は小中教養で2500平方メートル。中学校用にバスケットコート2面、小学校用にミニバスケットコート1面を確保する。2階には武道場が整備される。運動場も小中教養で200メートルトラックを有する。また、バスケットコート3面分の広さの野外広場が設けられる。ありがとうございます。